ピアノ弾いてくれてるのがみずきんと言います、こうやってライブするのがちょっと結構久しぶりで、そうですね、2人ともドキ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 なんですけど歌いたい曲を練習してきました。よかったら聴いてくださいお願いします。忘れられないものなどなくて、譲りきれない思い出ばかりで、いい加減に諦めなさいなんて簡単に言わないで。夕方の匂いが苦しくて、夕飯も喉を通らなくてね、描いた指もな、失うこともあるわけで、その上であなたを見つけたこと、運命に感じていたよ。はあ、さらに言えば私はあなたを、あなたが思う以上に大好きで、好きで好きで好きで、今とても辛いので、で出てた舞子さん見てたんですけど、その舞子さんが主催してるアコースティックシティっていうイベントが、3回目
3回目になるんですけど、あります。9月8日日曜日、中辺地の廃校になった小学校であります。さっきも聞いたと思うんですけど、コッペパンが配られるので、よかったら食べに遊びに来てください。お願いします。次は東京デッキという曲を。
次は残ってるという曲を。DIVA Festival はまだまだ続くので最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。優しい顔で嘘
ない。